こんにちは、フィーフィーです。ロシアでプーチン大統領への批判が高まっています。権力者への怒りが爆発しているのは中国だけではないんです。中国では人々が中国政府への抗議として白い髪を掲げる白色革命などと呼ばれる動きが全土に広がっていますが、実はあの白い髪を掲げる抗議デモの手法も 元々ロシアの人々がプーチン政権への批判をするときにやっていたことなんです。ロシアでも政権批判はタブーなんですね。拘束されてしまいます。だから何も書いていない白い紙を掲げるという抗議スタイルが行われていたんです。で、このところ特に経済状況がどんどん悪くなっているロシアでは 政府はウクライナ侵攻ばかりに向くのではなく国内問題に目を向けろとロシア国内でプーチン大統領に対する非難の声が高まっていると言いますロシアはこれまでにウクライナ侵攻に約820億ドル日本円で約11兆1100億円ものお金を使ったそうですロシアに極寒の冬が訪れて国民が凍える中でプーチン大統領が ウクライナへの軍事侵攻でこれほどまでに大金を費やしていることにロシアの人々は怒っているというんです。しかも多くのロシアの人はウクライナへの軍事侵攻を支持していません。ロシア軍がウクライナのインフラ施設を攻撃してウクライナの各地を停電に追いやる一方でロシアの人々も西側諸国の制裁を受けて生活が苦しくなっているんです。 あとは、ロシアでは若い男性が連行されて、戦場に送り込まれたりもしていて、その分稼ぎが減って、貧困生活を送っている家族も少なくないそうです。元々ロシアは給料が高くないのに、さらに働き手がいなくなるのはきついんです。また寒いロシアでは水道管が 破裂することもあるんですが、ロシア政府はウクライナの軍事作戦に大金をつぎ込む一方で、こうしたインフラ整備はほったらかしなんですね。ロシアでは生活困窮者も増えていて、わずかばかりの給料で生活していて、食べ物を買うお金がない状況だそうです。でもプーチン大統領は軍事侵攻を終わらせる様子がありません。この戦いのための費用はかさむばかりで、 少なくとも月に100億ドル、日本円で1兆3000億円はかかると専門家は見ています。戦場でロシアの敗北が続く中、ロシアはイランや北朝鮮、シリアといった国々からの支援を求め始めました。 また、動員されたロシア兵が訓練もほとんど受けず、何の装備もしていないような状態で戦場に送られているという報道がされたことで、ロシアの人々のプーチン大統領への怒りはさらに高まっています。ウクライナに侵攻する前、プーチン大統領は貧困こそがロシアの抱える最大の課題だと認めて、2019年には貧困をロシアの最大の敵と呼んでいたんですが、 それが改善されるどころか悪化しているんです。プーチン大統領は市民の生活の質を向上させることが我々の主な目標だとそうも語っていたのに、ロシアの人々の生活をどん底に突き落としたんです。また、ロシアの攻撃によってウクライナのエネルギーインフラの約半分が今、機能不全に陥っています。 WHO は11月、ウクライナの各地で数百万人が電気も水道も使えない状態になっていると発表しました。そしてウクライナの人々にとってこの冬は生き延びられるかどうか問題になるだろうと WHO の交換を話していました。ロシアもですが、ウクライナももうすでにマイナスの気温にまで下がっているんです。ウクライナの人々は寒さと恐怖の中で生きているんですね。 ウクライナのゼレンスキー大統領は11月27日、ロシア軍が新たな攻撃を計画しているとビデオ演説で話していました。ロシアは発電施設などを標的に攻撃を続けていて、ウクライナ全土で電気や暖房が使えない状態が続いているというんです。ゼレンスキー大統領は、テロリストであるロシアが新たな攻撃を計画しているのは確実だ。 彼らがミサイルを手にしている限り、残念だが攻撃をやめない。寒さが厳しくなるこれからは互いに支え合って団結するようにと、こうウクライナの国民に呼びかけました。ウクライナの首都キーウでは11月27日に雪が降って、気温も氷点下にまで下がったんですね。 そうした中で前線で苦戦するロシア軍は新たな作戦としてミサイル攻撃でインフラを次々と破壊しているんです。これを冬の兵器と呼ぶそうです。ウクライナの人々が寒さに耐えられなくなって降参するのを狙っているんですね。ただ、こんなことをすれば 仮にこの地域をロシアが、まあ、その後支配してもインフラを復旧するのは難しいですしもう何より住民から強い恨みを買うだけなんですよねロシアのやっていることはいつも雑だと思いますやり方が幼稚なんですまたこの冬の寒さはウクライナ側に有利に働くという見方もありますイギリスの軍事専門家は 氷点下の気温が続いて地面が凍れば穴の中に身を潜めて隠れているロシアの兵士の中には投資するものも出てくるだろうとこう話しています。で、一方ウクライナ軍は西側諸国からの支援で、まあ、より良い装備を持って良い食料を得られる。だからウクライナ部隊の方がロシア軍より良い条件で戦うことができる可能性が高いと話しているんですね。 あと、アメリカのシンクタンク、戦争研究所は、ウクライナの戦況について、ロシア軍がウクライナ東部ドネツク州で戦力を消耗しているとする分析を発表しました。ロシア軍は5月の下旬からずっとドネツク州を攻撃しているにもかかわらず、得られた成果は少ないというんです。 あと、イギリスのシンクタンクは、ロシアが2月の侵攻開始から10日以内に、ウクライナ全土を掌握する計画だったとする報告書を公表しましたえ。つまりこれどういうことかというと、このチャンネルでもずっと説明してきましたが、ロシアはこのウクライナ侵攻開始当時は、10日間で目的を達成して終わらせるつもりだったということ。 それができなくて今ずっと戦闘が長引いている状況なんですね。イギリスの安全保障研究所が先月30日に公開した報告書によると、ロシアは2月にウクライナに侵攻を開始して、10日以内にウクライナ全土を掌握して、8月までにウクライナを併合することを計画していたと言います。すぐに首都キーウを制圧して、発電施設や空港、 最高議会などを選挙して、また、ウクライナ政府高官たちを、逃亡するか、拘束するか、追い込む計画だったというんです。でも、これが失敗しました。実は、イギリスの研究所の分析によれば、これが失敗した原因は、ロシア軍部隊の大部分に、この軍事侵攻の詳細が伝えられていなくて、準備不足だったからだというんですね。 あと、制圧に失敗した場合を想定して、その他の攻撃手段を何も考えていなかったことも大失敗だったと、イギリスの研究所は見ています。まあ、こうしたことなどから、報告書では、今回の進行で、ロシア軍の戦術面に関する能力が、国内外の予想よりもはるかに低いことが判明したと分析していました。 ロシアがウクライナに侵攻したのは今年の2月24日ですが深刻なのはロシア国内での物不足なんですね。欧米を中心とする主要国がロシアに対する経済制裁と金融制裁を強化したことでロシアは各国との取引も困難になって貿易することが難しくなったんです。 確かに今も中国やインドなどへの石油やガスの輸出で、ロシアの貿易収支はなんとか保っています。ただ、ロシアへの輸入のほとんどが止められてしまっているから痛いんです。つまり、ロシアに物が入ってこないんです。実際、ロシアの製造業は、部品を自国で製造する能力が低くて、輸入に頼っていたため、ロシアで完成品を作ろうとしてもうまくいかないんです。 その結果ロシアは今物不足に陥っていますそれがロシアの経済の体力を低下させていずれは軍事侵攻を続けていくのも難しくなるんですよね、まあ、これが欧米の狙いだったわけです特にロシアの自動車産業はほとんどのメーカーが外資との間で資本提携を結んでいて西側のメーカーの協力がなければ新車を生産することはできないんです 制裁によって部品などの輸入が減少したことや、外資がロシアから撤退したことで、ロシアの自動車の生産は大きく落ち込みました。最近はルノーが撤退した工場で、レトロなロシアのクラシックカーの生産を始めたようですが、これも最新型の自動車を生産できないからなんですね。まあ、 あまりロシアの現状についての報道がないんですが、こうしてお話ししてきたように、ロシアでは物不足がかなり進んでいるのは確かなんです。しかもこうした問題も始まりに過ぎません。今後軍事侵攻が長期化すれば、ロシアでは軍需品の生産が強化される反面、ロシアの人々の生活に必要なものの生産が厳しくなっていくんです。 ロシア国民のプーチン大統領への怒りはさらに高まっていくでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします